はい、こんばんは、たからです。撮影の方が少し遅くなってしまいました。動画を出すタイミング少し時間遅くなっていると思います。ごめんなさい。今夜なんですけどもね、やっぱり注目はアメリカだと思います。金曜日、ドル買われました。月曜日はアメリカお休みですね。火曜日、昨日ですね、これもドル買われました。今夜もこのドル買いが来るのかどうかですね、もうこの点にまずは絞って相場の方をしっかり見ていきたいと思います。ではこちらがドルインデックス、1時間足に冷やしを重ねています。なぜドル買いに注目をしているかというと、このレンジから下に抜けたからですね。下に抜けているわけですから、これ売りを見ていきたい形なんですよね。高値から見ていけば下落トレンドも確かに見えています。ただ今買いが入ってきて戻りの局面になってしまってるんですよね。波だけを見ていけば下落トレンドの継続を見ていけなくもないと思いますけども、ただここにはレンジがあって、この抜けた動きに対して勢いよく戻す動き、この勢いよく戻る動きというのは僕はかなり警戒をしてしまいます。別にこれはドルだけではなくて他の通貨にも言えることなんですけどもね、勢いよく戻してしまうところに戻り売り入るんですよね。こうやって入ってくるんですけども、なかなか下がらない、ショートを短期的に捕まえる動きになります。捕まったショートはどうなるか、そのまま上がってしまうと買い戻しに迫られます。底堅い動きになってしまうんですよね。今日の動きなんですけどもね、今の段階では少し押しが入っています。ただこの波のサイズで見ていけば大した押しでないのは明らかですね。ショート勢が苦しんでいる状況というのも何も変わっていないと思います。もしレンジを意識していけば、この位置はレンジの安値圏です。ドル買いが起これば買いが入りやすい場所なんですよね。今夜、毎回ドルに買いが入っているアメリカ市場で、再度ドルが買われるかどうか、この赤い下落を見ている人たちにとってはね、もうそろそろこれ売りが入ってきてくれないと、状況としてはもう苦しい状況にはなってくると思うんですよね。今夜はこういったドルの動きに注目をしていきたいと思います。レンジ加減での攻防ですね。面白い場所だと思います。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。気をつけたいのがこの円の動きですね。結構上に下にと、動いていますけども、ボラが大きくなっています。この上下に動くというのは個人的にはね、僕はもうこれは仕方がないと思ってるんですよね。現在の円は調整局面、僕らずっと言ってる通りです。ですから買いが入ったり売りが入ったりしやすい環境というのはこれはもう仕方がないとは思いますけども、ただこの上げ下げのスパンがすごく短いですよね。そのくせボラはあるということで、この円が絡む通貨、ドル円やクロス円ですね、このあたりはかなり意識をして見ていかないと上下の動きに振らされやすいとは思います。ただまあ調整局面ですからね、逆張りなんかはすごく機能はしやすい相場だと思いますけども、ただこのスパンがすごく短い、上げ下げ上げ下げの間隔がすごく短いですからね、どうしてもこの短期的な動きに振らされてしまっている方もいらっしゃると思います。迷子になってしまったら一歩引いて相場の方を見る、普段5分足を見てるんだらば1時間を見るとか、4時間を見る、日足を見る、一歩引いて今の現在地の把握というのをまずはしっかりしてもらいたいですね。今のところはドル弱いですね。まあ、昨日の動きの反動ですかね。ただ今夜の入浴税参入によってドルに買いが入ってくるのかどうか、もう僕はこの点に注目をして相場の方を見ていきたいとは思います。はい、変わりましてこちらがドル円の1時間足冷やしを重ねています。まあ、終わってみればレンジ相場ですね。上がったり下がったりしているだけではあるんですけども、ただかなりこの動きいやらしいですよね。このようにヒゲをつけてしまうと、どこを壁として見ていくのかがすごく見づらい。まあ、今のところはね、こういった日足の下のサポート、これ114円です。あとは戻りの壁、これが114円の60とか70あたりです。このあたり見てはいますけども、ただ短期足は抜けていく、しかも結構抜けると、ただすぐに戻してしまうと、どこを基準にトレードしていけばいいのかが少し見づらいと思います。朝の動画でも触れましたけどもね、昨日のドル円、ドルも円もすごく強かった、まあ、すごく動きはあったわけですけども、両方ともが強いわけで、そうなると相場の方はなかなか動いてこないです。 FX というのは強弱の差を見ていきますからね。ですから両方ともが強いとどうしても値動きが出てこない、すごく上がったり下がったりしやすい相場になってしまいます。今のドル円はまさにもそんな環境だと思うんですよね。下落の流れが止められて、今は調整の動き、こうやって解釈するのが一番わかりやすいのかなとは思います。この前には強い上昇トレンドがありますから、しっかりサポートされるんであればね、個人的には買いは見たいなと思いますけども、ただ波の反転にはそれなりに時間というものがかかります。今はその時間調整ですね、そういった調整局面だと思いますから、あまりバタバタしたくないですね。しっかり上下の壁を見極めて、上から売る、下から買う、
個人的にはおしめ買い見てますから下から買いたいところですけども、例えばこの高値からの売りを見てもいいと思うんですね。突っ込んだところのショートは気をつけないですね。売り見ていくんであればしっかり戻りを叩く。ただ下から買うにしても上から売るにしてもちゃんとこの上下の壁が見えてこないとトレードできないですからね。今のところこの上下の壁がどうしてもやっぱりねこの冷えによってふわふわしてしまってますから、もう少しはっきりさせたいですかね。ただそれには時間がかかります。少し様子見でもいいとは思いますね。はい、変わりましてこちらがユーロドル、1時間足に冷やしを重ねています。ユーロドルはもうずっとレンジを見てるんですよね。レンジからブレイクしてきた流れがありましたけども、完全にもうこれは行ってこいで潰されています。上値は相当重いと今は見ています。ならばこの位置レンジの高値圏、売りを見ていきたい環境ということにもなってきそう。今日戻りが入ってるんですよね。ということはまあレンジの上から売るチャンスというふうに見ることはできると思います。まあ、元々ユーロ自体最近ちょっと動きがないですからね、まあ、ドルの動きと見てもらってもいいんじゃないですかね。今夜ドルが買われてくるんだれば売りの方も入ってくるでしょうけども、ただこれもねアメリカ市場の動き見ていかないとわからないです。はい、少しサイズの方を小さくしています。このようなレンジを見てるんですよね。もうかなりの期間のレンジになっていますけども、現在地これレンジの高値圏ですね。ですからこの辺りで流れが止まってくるんであれば売りは見ていきたいなと。ただ気をつけたいのがこれ抜けてしまったら撤退はしっかり考えないといけない。レンジからのブレイクになってしまいます。一度この高値上値の重さを見ていますから僕はショートを意識しているんであって、これを見てそれでも買いが入ってくるんであればこれはもう逆転の発想になってしまいますね。上値が重いはずなのに買いが入ってくるわけですから、それだけ相場の方は強くなってしまいます。ショートをずるずる引っ張ってしまうような場所ではないと思いますから、その点だけショートしていくんであれば気をつけたいですね。現在地はレンジの高値圏、売る場所を探し、これを今夜は見ていきたいと思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。売り場探しですよね。ただ値動き見てみると陽線陽線陽線、結構な勢いで戻してますよね。この下落に対してこの急に戻す動き、強い戻りに対して戻り売りを見ていくのは気をつけたいです。ショート勢捕まえてしまいますからね。ですから一旦しっかり流れを止めたのを確認してからのショートにはなってくると思います。今夜はそのあたりの判断を見ていきたいですね。入浴時間に入って昨日みたいなドルの強さというのが出てくるんであればしっかり売りの方も入ってくると思います。まあ、少なくとも上昇は止まると思いますからね。売っていくんであればそれからでもいいのかなと。この強い戻りに対しての戻り売り、そういったのを気をつけてもらいたいなと思います。はい、こちらがユーロ円、1時間足に冷やしを重ねています。だいぶ下の方まで突っ込んだんですけどもね、強い戻りが入ってきてしまってます。昔の僕はこういった強い戻りに対してショートをしてよくやられましたね。もう本当にいい思い出ではありますけども、今はサポートを割れた強い売りのトレンド、売り場探しは今も昔も僕も変わらないですね。ただどこで売るかの問題で、はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。下落トレンドは見えていますよね。今戻りが入っていますけども、ちょっと近くに壁がないですよね。どこを起点に見ていけばいいのかがわからない。しっかり見ていこうと思えばこの辺りですかね。これ131円ですから、現在地から見ていくと100ポイント以上上、この波のサイズ感が分かっていれば、調整に入ってくればこれぐらいの調整が出てきてもおかしくないなというのは、ある程度見えてくると思います。これが見えてこないからこの辺りのごちゃごちゃした動きに飛び込んでしまって、まあ、ショートが踏まされるとかね、そういったことをやっていたんですよね。では今はどうかですよね。もうシンプルに波を捉えたいんですよね。下落トレンド見てるわけですから、今は流れが止まっての調整局面ですよね。調整ですからひとまずまずはレンジを疑っていきます。ということは上下に壁が見えるわけですよね。下のサポートは一旦流れ止めているわけですから、この下を見ていけばいいと思います。対して戻りの壁探し、これが重要になってきます。ショートを見ていくんであればその壁を確認後、細かい動きを見てみるとここは積み足ですからね。急激に戻す動きに対しての戻り売りは気をつけたい。ちょうどこの130円近辺というのはね、まあ、壁が見えてくるんであれば一つの候補とはなってきそうな場所ですよね。ですから今も僕はこの辺りの動きかなり注目して見ています。止まるんであれば売りは見たいなと。前回の波のサポートされた場所でもありますからね、まあ、少なくとも攻防は起こりやすいんじゃないかなと。ということは慌てて売らなくても攻防が出てきますからね、それを確認してから売ってもいいんではないかなと思うんですよね。戻りを売るにはいい場所までは戻ってきてくれたなとは思います。あとはこの高値圏での攻防の決着待ちということになりますね。結果上の方に行ってしまうとこれ強い戻りになってしまうかもしれません。何度も言いますけどね、強い戻りに対して戻り売りをしていくことのないように、そこだけは十分注意ですね。もしショートをしてしまったんであれば抜けたらどうするか、そこもしっかり考えてもらいたいなとは思います。
はい、変わりましてこちらがポンドドル、時間足に冷やしを重ねています。強い上昇トレンドありましたけども、今は流れが止まっての調整局面。この押しに対してなかなか買いが入ってこない、サポートが見えてこなかったんですけども、ようやくですかね、今回少し買いが入ってきています。流れが止まるんであれば上下の壁が見えてきますから、ある程度レンジ調整の形も見えてくることになります。上下の壁が見えてくるとトレードはすごくやりやすくはなりますね。止められた場所が 1.35 の後半、 1.36 少し割れたところですかね。ポンドに買いが入ったというよりはドルの方が調整が入ったという形ではありますけどもね。ただそれでも事実として流れは止めてますからね、この点はしっかり見てはいきたいですね。あとはもうドル売りを見ていくとかドル買いを見ていくのかによっても違いは出てきそうです。これも朝動画で触れましたけどもね、もしドルが強くなってくるんであれば、いくら今までポンドが強かったといっても強い通貨同士のペアだとなかなかやっぱり動きは出てこないと思います。チャートの方を見てももうしっかり調整の動きになってますからね、しばらくこのポンドドルはこの調整局面を見ていくことになるんじゃないかなと。ですからこの調整のレンジというのを意識していきたいですね。下のサポートに引き付けてのロング、上の抵抗に引き付けてのショート、この真ん中付近のポジション、値動きは十分注意はしたいところです。今結構戻りが入ってきていて、もう真ん中付近まで来てるんですよね。こういった位置でのポジション、トレードは十分注意はしていきたいですね。調整局面ですからね、慌ててしまったらダメな環境だとは思います。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に冷やしを重ねています。ポンドに関してもずっとレンジ相場を見ていましたけども、ただこれはもうずっと言っている通り、このレンジが狭すぎるんですよね。もうワンサイズ大きな調整も意識はしていきたかったところで、今週に入ってから少し下の方に流れが出てきましたね。これぐらいのサイズ感でもまだ小さいと思いますけども、まだでも見れますかね、上昇トレンドに対しての調整局面。それなりのサイズ感にはなってきたかなとは思います。昨日もそうですし今日もそう、この前もそうですね。155円、真ん中あたりですかね、このあたりもしかしたらサポートはあるのかもしれません。サポート見えてくるんであれば、これで上下の壁が見えることになりますから、はっきりレンジが見えてきますね。レンジなんであれば下から買うが基本です。上から売るが基本です。そうなると今現在地というのはレンジの安値圏ですかね。買っていくにはいい場所かもしれません。気をつけたいのが抜けてしまったらですね、抜けてしまったら波の反転見えてしまいますから、この辺り全部がもう高値圏になってしまいます。ロングを引っ張るような場所ではないですね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。ここら一帯をレンジと見てるわけですよね。ですから今のこの位置はレンジの安値圏、見ていきたいながらレンジの下から上までの流れですかね。今ここらで少し足場を作り出しています。上がったり下がったりの動き、短期的にはダブルボトムを作りに来たということですかね。今強い買いが入っていて少しネックを抜けそうになっています。もしネック抜けてくるんであれば、短期的には波の反転も見えてくるかもですね。少し大きなサイズに見合えるとこのようなダブルボトムも見えてきます。1回2回と安値を試して抜けていない、そんな中のこの2回目の安値試しの中に、短期的にも1回2回と安値を試して抜けていない、ネックラインはこの辺り156円の60とかそこらですかね。であればもしかしたらこのネックまでの上昇というのはね、見ていけるかもしれません。レンジの安値圏ということで、やっぱりロング中心に相場の方は見たいですね。あとはどういったところに壁を見つけてどれだけのリスクを取っていくかという部分になってくるんじゃないですかね。このレンジ相場というのを意識したいですからね。この小さなレンジ見てしまったら、この辺りレンジの高値圏ですから、どこで買うか、そこだけですね、慎重に見ていきたいところだと思います。はい、変わりましてこちらが5ドルドル、1時間足に冷やしを重ねています。5ドル買いが入ってきましたね。まあドルの環境がすごく大きいと思いますけども、ただ上にはもう壁があるんですよね。 0.72 の8090あたり、対してこの波の起点部分下にもサポートが見えていますから、今の5ドルドルってね、この上下に壁が見えていますから、レンジと見てもいいと思うんですよね。レンジが見えれば下から買うが基本です。上から売るが基本で、真ん中は注意したい。今の環境まさにその真ん中付近に入ってきたんですよね。例えばもう昨日一昨日あたり、この高値に壁は見えてると思います。短期足見ていくとしっかりした壁になってると思うんですけども、じゃあこれ抜けたからといってね、これがトレンドになりますかね。答えとしてはなるかもしれないし、ならないかもしれない、まあ、そういった中途半端な位置なんですよね。結局はレンジの真ん中ですから、今見えてるサポートやレジスタンス、本当に意味のある壁なのかどうかですね。そんなに強い壁なのかどうか、抜けたからといってトレンドになりやすい壁なのかどうか、そういったところをしっかり見ていただきたいなと思います。一言で僕はもう壁と言ってしまってますけどね、ただこの壁には強弱がありますからね。強い壁、弱い壁、
現在の5ドルはすごく中途半端な流れにはなってると思いますからね、少し注意したいですね。僕ならばこの上下の壁意識したいです。下に引きつける、上に引きつける、もう少しはっきり流れが見えてくるまで様子見にはなってしまいそうですかね。はい、こちらが5ドル円1時間足に冷やしを重ねています。この5ドル円も強い上昇トレンド、ここ見えてますけども、現在も完全に流れが止められてしまってますね。84円にはしっかり壁が見えています。短期的には下落トレンドが見えていて、まあ、これが少し難しいところですね。安値を更新してるんですけども、この売りが続かない。もうこれ4日目ですよね、4日間ずっとこの下に抜けたはずの動きなんですけども、サポートが見えてきてしまってます。まあさすがに波の反転意識してしまいますね。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。大きな環境を見ていけば1回、そして2回と安値を試してなかなか抜けていかない。上には根っこが見えてますから、まあ、こういったレンジと見てもいいと思います。現在のこのレンジの中の動きを見たとしても、さらに小さく1回、そして2回と安値を試してまだ抜けていないと。それどころかすごく小さなレンジの中の世界ではありますけどもね、この辺りのネックを抜けた形にもなっています。小さなレンジからは少し上の方に抜けてきた。だいぶ底堅さは感じますよね。であればこの下のサポート、もうここをしっかりバックに決めてロングを見ていくのはありだと思いますね。これだけ底堅くてそれでも抜けてくるんであれば、もうこれはロングは厳しくなってきます。それぐらい信頼できる壁というのをちゃんと設定してトレードはしていきたいですね。今であれば底堅い動き見えてますから、目線としてはもうロングになっていきますかね。最終の目標はこの青い波の直近高値、まあ、ネックラインですかね、この辺りを目指した上昇、もしくはブレイクなんかも見ていきたいところだと思いますね。はい、ということでまずは円絡みですね。この円がかなりボラが大きいですね。上下にだいぶ動いていますから、この動きになるべく振らされないようにはしたいですね。そして今夜やっぱり注目したいのはドルの動き。冒頭でも言いましたけどもね、先週の金曜日、そして火曜日と、夜に入ってドルがしっかり買われています。今日はどうなりますかね。弱かったはずのドルに、しっかり買いが入ってくるんであれば、これはもういろいろね、見ていくべきポイント出てきそうですけどもね、今夜のドルに注目はしたいと思います。今回は以上になります。大まかな環境認識などは朝の動画でも触れています。概要欄の方にリンクの方は貼っていますので参考にしてください。それでは今夜も頑張っていきましょう。